こんなことになってしまうとは残念だ。ことは急を要する。何か必要なことがあれば防衛課も全力で協力しよう。失踪したスタッフのリストと彼らの詳細な情報が欲しい。それは構わないが、防衛課で彼らの身元や交友関係を詳しく調べてみても特筆するような共通点は見つからなかったぞ。アナイアレイトギャングは無法者の集まりだ。もしかしたら無差別に襲っているのかも。失踪したスタッフのリストと彼らの詳細な情報が欲しい。わかった。君が持っていろ。ここにある名前を覚えて情報通の友人を見つけ、失踪者たちのつながりを知りたいと言うんだ。さあな、それは君の友人次第だ。他に何か力になれることはあるか。その回収課で最も器物に詳しい人物に会わせてくれ。それが彼も消えてしまったんだ。最初は特に気にしていなかった。何しろアドラーは普段からよくいなくなるからな。だがもう数システム時間が経つのにずっと連絡が取れないんだ。監視カメラでもアドラーの姿を見つけられなくて、最後にあいつを見たのは主制御部分。その時は大物化の恩精霊と一緒だった。案内してくれ。君、そのアドラーとやらが手がかりをつかんだようだったが、それを教える前にいなくなってしまったと言っていただろう。アドラーの失踪も襲撃と関係があるとしたら、彼は本当に何かに気づいていたのかもしれない。確かにあの時アドラーのヒントになったキーワードはエネルギー生命体だった。明化体光も元素生命体の一種だけど、これはただの偶然なのかな。調べてみる必要がありそう。してるわね。もう二度と顔を見せないで。アドラー君が、アドラー君がいなくなっちゃったの。アドラー君、最
近おかしくて、人体の自然発火とか超常現象とか研究してたみたいなの。私が呼んでも無視されることが多くて、ずっとブツブツ何かつぶやいてた。彼は何と言っていたんだ？確か位相がどうとか言ってた。位相？別に戻ってきてほしいわけじゃないもん。でもあなたたちがアドラー君を探してるなら教えてあげる。最後にアドラー君を見た時ね、ずっとこの冊子をめくってたの。アドラー君が何を探してたのかはわからないけど、あなたたちの役に立ったらいいな。その顔を見るにいい知らせではないようだな。なるほど。失踪したスタッフたちは管理職を非難するオピニオンリーダー的存在だったのか。それは興味深い。君が返信している間、僕も冊子を読み終えた。ここには何人かの天才クラブメンバーの生涯が記録されている。面白い情報がたくさん書かれていたぞ。そろそろ戻ってアスターやスクリューガムと話をした方が良さそうだ。おかえりなさい。部下にダークウェブを監視させて、どうにか動画の拡散は抑えたわ。今のところ事態が深刻化するのは防げてる。それであなたたちの方はどうだった？楽観できない状況だな。別の言い方をすれば非常に悪い。もう時間がない。一旦現在の状況を整理しよう。これまでに集めた情報から見出せる突破口は3つ。まずはアドラーの失踪だ。彼は何か重要な手がかりをつかんだに違いない。アド
あなたはアドラーの発見が敵の注意を引いたと考えているのですね。まさしく。そして彼が発見したものが何かも分かった。まずはアドラーの失踪だ。彼は何か重要な手がかりをつかんだに違いない。次に被害者の共通点。まあこれはあまり気分のいい話題ではないな。気分のいい話題じゃないって？表面的な資料だけを見るとこの失踪したスタッフたちに共通点はない。だが彼女がウェブの閲覧履歴を調べたところ、彼らは全員宇宙ステーションのダークウェブのオピニオンリーダーだったことが分かった。それが何を意味しているのか、アスター、君にも分かるだろう。次に被害者の共通点。最後に明火対抗の能力、すなわち人体の自然発火の秘密だ。この点についてはもう君も分かっているだろう。トフェトの閻魔一族アナイアレートギャングの対抗アフリートには、もう一つ。最後に明火対抗の能力、すなわち人体の自然発火の秘密だ。かつて栄華艦艇で起きた混乱では炎の中からボートが現れたという目撃情報があったらしい。明火対抗の炎には何か特別な性質がある。そしてその性質こそ人体の自然発火の秘密なんだ。ほら、もう答えは目の前にある。この冊子には位相を移動できる炎について記されていた。各世界を焼き尽くし多くの炎の光栄を残したと。それは位相レイカ、会員番号29番、セセルカルの創造物です。彼女は素晴らしい天才で、賢く優しくそして謙虚だったのですが、残念なことに彼女は人間の時間の概念で定義するとわずか29日しか生きられませんでした。位相レイカは生まれてすぐに他の位相に移り、戻ってきた頃にはすでにセセルカルは亡くなっていました。それ以来位相レイカは位相を移り続け、再び捕捉することは困難な状況になっています。この冊子には位相を移動できる炎について記されていた。その炎の火種こそヘルタの失われた器物に違いない。そして明火対抗はその炎の光栄なんだ。かつて偶然にも位相霊下の痕跡を見つけ、その火の一部を捉えた人がいました。ヘルタさんはそれを受け取り、研究のためにルアン・メイさんに貸し与えましたが、そのことで霊下の火種をなくしてしまったのです。もしアフリートも位相霊下の光栄であるなら、この事件の全貌が明らかになりますね。その炎の火種こそヘルト。おそらくアドラーは調査中にこの真相に気づいたんだろう。間違いない。ヘルタが君に探すよう依頼した器物は位相霊下の火種だ。そしてアドラーはエネルギー生命体という観点から人体の自然発火と位相霊下の関係にいち早く気づいた。おそらくアドラーは調査中にこの真相に気づいたんだろう。オン精霊によれば、アドラーはいなくなる前、位相という言葉をずっと口にしていたという。その位相はおそらく位相のことだ。彼は冊子に載っていたセセルカルの特集を見て自分の推測を確かめたんだ。その光栄である明火対抗は位相霊下と似た能力を持っている。これは推測だが、彼は位相変換こそできないが劣化版の空間転移を行えるんだろう。これが人体の自然発火の真相。スタッフたちは消えたのではなく、
転移させられたんだ。被害者たちの行方はまだわからないが、ここまで来れば明花大公の計画は明らかだ。突如として起こった相次ぐ失踪は混乱を助長させる絶好の温床だったに違いない。不安の種が芽を出した時、襲撃の声明を発表する。陰で広がっていた不安は表面に押し出され、さらに成長して実を結ぶ。そして次のステップはパン！導火線に火をつけ火花を見せることだ。失踪したスタッフたちを見てみるといい。彼らの共通点が露見すればどんな結果になるか、僕が言うまでもなく想像できるだろう。全ては仕組まれた罠。最初から宇宙ステーションで内乱を引き起こすことが目的だったのね。もう手遅れだ。まだ足りません。その通り、導火線につけるための火が足りない。火が足りない？どういう意味？ここで止めるならまだ弁解の余地はあるだろう。まあ僕としてはその機会を与えるつもりはないがな。まさか。どうしたの？火があった。落ち着いてください。アスターさんは転送されただけで命の危険はありません。実際に接触してアフリートの炎は原始的な霊火の火花であり、位相変換能力はないことを確認しました。論理、アスターさんは今も宇宙ステーションの中にいる。あの炎はまだ宇宙ステーションのどこかにあるはずだ。それを見つけ出せば彼女を連れ戻す方法もわかるだろう。火花だと？天才の傲慢な態度、気に入ったぞ。できるものならやってみるがいい。明花大公は宇宙ステーションには来ていないようだ。混乱に乗じて明花の塊をここに投げ入れ、スタッフを飼っていたらしい。明花を消せば奴の陰謀もついえるだろう。私はヘルタさんのオフィスに向かい、器物収容室のフォールドスペースを開放します。パラメータを少しいじれば相手の転移ルートを遮断して宇宙ステーションに閉じ込められるでしょう。レイシオさん、あなたは彼女と一緒に行き、それを収容してください。明花も一種のエネルギー生命体だから、ビジュアライザーで痕跡を捕捉できる。それを追いかけよう。私はヘルタさんのオフィスに向かい、
器物収容レイシオさん、メーカーも一種のエネルギー性。通路が炎に包まれている。ちょうど転移が終わったところのようだな。気をつけろ、炎の海に飛び込むぞ。見ろ、まだ宇宙ステーションの中にいる。スクリューガムが言っていたように、あいつはここから逃げられない。窮地に追い込まれた獲物に対してどう対処すればいいか知っているか。最後の最後までとことん追い詰めるんだ。まだ悪あがきするつもりのようだな。フォールドスペースの状態が変わった。これであいつがどこに逃げてもすぐに分かる。ようこそ凡人のステージへ。守るべきもののために打ち崩せ。ルールは破るためにある。もう限界か。答えてみろ。0点。